はい、えー、こんにちはレトスの大野です、えー、本日は4月から合格するための2つのポイントこれについてこの動画の最後に具体例付きでお伝えをいたします最後までどうぞご覧くださいそれでは4月3日の3問に入ります、えー B は A に対して B 所有の土地の賃貸借契約に関する代理権を与えたが、A は C と売買契約を締結した。B が追認しない場合でも、C が A に代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、 C は直接 B に対して所有権移転登記の請求をすることができる丸かツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは丸です B が本人 A が代理人 C が相手方という状況で今回 C に与えられた代理権の範囲っていうのは賃貸借契約なんですにもかかわらず売買をしたということは これは代理権の範囲を超えてますよね。で相手方については代理権があることを信じてそう信じるについて正当な理由があるこれは言い換えると善意無過失なんですねよって C は表権代理を主張することができるということですで表権代理が成立するということは契約っていうのは本人 B に帰属するんですねつまり契約の責任を負うのは B だということです つまり、相手方 C は本人 B に対して契約通り所有権移転登記してくださいと、直接所有権移転登記の請求をすることができるということですね。表見代理が成立するということは、契約自体有効になるから、相手方 C は契約通り所有権移転登記してくださいと本人に請求することができるということです。で、問いにですね、媒介契約です。 宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する売買依頼を受けた場合、売買契約書には誰が記名応押印して、誰が B に売買契約書を交付しなければならないかという問題です。これ2つですね、質問あるんですけども、まあ、実際このようなですね穴埋め問題ございません。ただ、この部分はちゃんと頭に入れてほしいので、穴埋めにいたしました。で答えはいずれも宅建業者 A ですね。 売買契約書には、宅建業者 A が記名押印して、宅建業者 A が媒介契約書を交付しなければなりません。媒介契約書に記名を押印するのは取引士ではないのでえ注意しましょう。えまた、媒介契約書の交付については、交付義務者は宅建業者 A なんですね。ただ、A は会社なので、実務的にはその担当者です、ね、が代理として交付しております。で問いさんです土地区画整理組合は、仮勘地を指定しようとする場合においては、 あらかじめその指定について、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならない。○か×かという問題です。答えは×ですねで。この問題出たら絶対に取っていただきたいんですね。なぜなら、土地区画整理審議会っていうのは、公的機関が施工者の場合に設置される機関なんですよ。今回、施工者っていうのは公的機関ではなくて、土地区画整理組合ですよね。これ民間ですよね。 よって、土地区画整理審議会の意見を聞く必要はないんですね。土地区画整理組合の施行の場合、総会等の同意が必要になってきます。まあ、よって誤りということですね、まあ。今回の内容っていうのは、市販のテキスト類には小さくしか書いてない場合が多いんですね。でもこれ非常に重要な部分なんですよ。なので、ぜひ頭に入れていただければと思います。 そして、はじめにもお伝えした通り、4月から合格するための2つのポイントについて、こちらの真ん中の動画、ぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。